はい、私からは特にございません。はい、どうぞ。はい、中国の国防省会についてございます。はい、中国の全人代常任会昨日に国防省の会に決めました。議所は2ヶ月近く行政不明となっており、お食事は手戻りがされています。日本政府として今回の会談をどのように分析していますでしょうか。またですね、7月の秦剛前外相に続き外交安全保障担当閣僚が相次いで退任される事態となっていますが、日中関係の影響をどうお考えになりますでしょうか。はい、他国の内政についてコメントすることは差し控えたいと存じますが、中国の内政については平素からその動向について注視しているところであります。その上で日中関係についての岸田政権の一貫した方針は、我が国として主張すべきは主張し、中国に対し責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案も含め対応をしっかりと重ね、共通の課題については協力する、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていくというものであります。この方針のもと、引き続き中国との間ではハイレベルを含むあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図ってまいりたいと存じます。はい、はい、時事通信が出ている。話題変わります。岸田首相と豊田商社の豊田章男会長が明日にも面会される方向で調整していると一部報道がございますが、はい、事実関係と、もし面会の調整が事実であるならば、その狙いをお伺いします。はい、明日26日、諸般の事情が許せば、総理はジャパンモビリティショーを視察するとともに、2回目となるモビリティに関する懇談会を開催し、自動車産業関係者などとの意見交換を行う予定です。懇談会は昨年11月以来の開催となりますが、今回は現下の経済情勢を踏まえ、サプライチェーンの課題や賃上げ、投資などに関し意見交換を行う予定です。はい、ここにこなのです。よろしくお願いします。テレビ東京の WBS に昨日出演、総理が出演された際ですね、政府与党が検討中の期限付きの所得税減税の期間につきまして、来年までの1年が基本となるとの考えを示したとテレ東ビズが伝えております。なぜまだ検討中なのにですね、総理自らがこの段階で所得税減税の期間を1年という結論ありきで発言されるのか、まずお聞きしております。はい、総理は昨日のテレビ出演時に、来年には物価高に負けない賃上げを実現したい、それまでの間しっかり支えるための還元を考えていきたいと述べたと承知をしております。国民への還元の具体的内容については、明日26日の政府与党政策懇談会で総理から正式かつ具体的な指示があり、与党の税制調査会における検討などを経て具体化していくものと考えております。ニコニコなのです。国民はですね、これまでと違って税や財政については、一部の勉強不足の国会議員よりよほど詳しくなっております。減税の財源とその金額、仮にですね、1年限定であるとすればですね、その理由など岸田総理自ら、あるいは村井副長官も同席するなどして国民に根拠を示すとともに、識者の疑問にも答えていかないとですね、国民への還元のつもりが国民からこれ逆に怒りを買ってしまう可能性もこれ予測されますが、この十分な説明の必要性についてどうお考えでしょうか。はい、まずですね、繰り返して恐縮ですけど、国民への還元の具体的内容、これにつきましては、明日26日の政府与党政策懇談会で、総理から正式かつ具体的な指示があり、与党の税制調査会における検討などを経てですね、具体化していくものと考えております。その上でですね、国民への還元を含め、経済対策については、丁寧な説明が重要であると考えております。これこのままです。ごめんなさい。仮にという前提になってしまいますが、仮にですね、所得税減税の期間を1年、これでもおっしゃいますが、もう早々にですね、これ宮沢税調会長もちょっと発言されてまして、これ1年というのは結構キーワードになって国民に浸透してしまっています。で、逆にですね、これ仮に期間限定で減税するとなればですね、国民はですね、それが終わったら、もうこれ増税するんだろうと、もうかなり強く思っています。
ということは、仮に期間限定で何かをするとすれば、その後どうなるのかっていう説明もですね、これ合わせて説明されないと、何か非常に勘違いされるような事態にも陥ってしまうリスクがあると思うんですけど、この点はいかがですか。はい、まずですね、まず大変恐縮でありますけれども、国民への還元についてはですね、明日26日の政府与党政策懇談会で総理から正式かつ具体的な指示があって、与党の税制調査会における検討などを経て具体化していくものと考えております。で、それ以上のことにつきましては大変恐縮ですけれども、家庭の質問に答えることはですね、差し控えたいというふうに存じます。ありがとうございました。